い、こんばんは、ダナットです。今回お知らせということで、動画を撮らせてもらっております。今回はですね、今後、ジョジョ SS の、運営方法じゃないですけど、私のチャンネルでの運営方法なんですが、ちょっといろいろ普通に動画撮ったりテクバーをやってみたりとか、そんなテクタワーとかねやったりしてたんですけど、なかなかね環境的にもどんどん難しくなっていって、こう、実際に今開催されているジュノサンジョースターとかもなかなかねクリアできないし、テクニカルタワーと呼ばれている、矢のパワーの先も今現在11で、フロア11でもう足止め状態になってます。いけるかなと思ったんですけど、現状としては今かなり厳しい状態にいるので、どうしていこうかなと思いまして、考えた結果、私もねもう結構長いユーザーではあるので、新規の、ユーザーさんに、少しでもねこう徐々に SS が楽しい見るような環境を、提供していけたらいいのかなと思いまして、で実際に何個か撮ってはいるんですけど、とりあえず徐々に攻略していくっていう上で、大事なものは何かっていうところをねこうお伝えできたらなと思いまして、今後とりあえず、初心者さん用向けの、動画を、ちょこちょこ、何個か撮っていってるっていう感じなので、そちらの方見ていただいて、わかりやすく、かつ、こうしたらいいのかなっていう感じで、やっていけたらなと思っております。で、引き続き、他の、タワー攻略とかもね、動画でアップできるようにはしていこうとは思っておりますので、また楽しんでいただけたらなと思っております。で実際に他の今ゲーム動画とからも、ちょこちょこ撮っているという状況なので、であとですね、ジョジョとは全く関係ないんですけど、他のホラー実況なんですけど、現在サイレントヒル3の今3本目まで出たのかな、出してると思うんですけど、現状今、動画自体は、撮っておりません。理由はね特になくて、ただ単に撮る時間もなけりゃ忙しいから撮ってないっていうだけの話なんですけど、これではねやっぱりこう今年ホラーゲームをしっかりやっていくっていうのでちょっとできてないのかなと思いまして、一応夏休み、夏休み今年あるのかどうか分かりませんが、夏7月から9月までの間に、現在私が持っているホラーゲームをちょっと全部攻略していこうかなと思いまして、で一応やるタイトルとしまして、まず一つはバイオシリーズですね。バイオシリーズ、相方の方がね、ワン、ツーやってたんですけど、やってる今日なので、私がもうワン、ツーをクリアしていこうと思っております。で、妻の方が、ジルとクレアやってるんですけど、私は男の方で、クリスと、クリスと誰ごめんなさい、クリスとレオンですね、クリスとレオン編をねやっていこうかなと思っております。であとバイオ持っているのがバイオ5ですね。バイオ5は動画でも上げたことはないのかな、でも実際にねそんなにうまくないんで、攻略っていうよりかおっさんがわちゃわちゃするような感じの動画になっちゃうかもしれませんが、バイオ5もやっていこうかなと
思っております。で、あとサイレントヒルシリーズ、1、2、3持っておりまして、で1と2に関してはもうぶっちゃけクリアしております。で3はまだ現在のところクリアできてませんので、まあ、3は途中から、動画がアップした後で、まあ、途中から前ちょっとやっていくっていう形になると思います。で1と2に関しましては、2は、もう一つエンディングを出しておらず、そのもう一つっていうのが UFO エンディングとなります。なので、バイオ2じゃない、サイレントヒル2は、最後 UFO エンディングをね出すという目標で、もちろんまあ、イージーとノーマルをやったりやらんかったりみたいな感じだったんですけど、今回はハードでやろうと思っております。正直ハードクリアできるかわかりませんけど、まあ三角頭とかね戦うわけではないので、まあなんとかなんのかなと思っております。そしてサイレントヒル1に関しては、だいぶ前の動画になるんですけど、ハードを実際にやったんですけどクリアできませんでした。もう弾と回復薬がもう尽きたという状況で、途中で、遊園地行く手前で、やられてしまい、もう正直やる気が起こらなくなってしまいました。ただまあ、今回はね、あの新しいハイパーブラスターっていう、ものを手に入れているので、まあ、そちらを駆使してなんとかねクリアしていこうかなっていうふうには思っております。なので、楽しみにしておいてください。ハイパーブラスターで無双しながら、ハード、ハイパーブラスター持ってるのはハードプラスかな、ハードプラスなんで、ハードプラスをね攻略するっていう形でやっていこうかなと思います。あとは、正直ホラーゲームっていうホラーゲームはもう、あとサイレンか、サイレンのニュートランスレーション、そちらの方、動画自体は今のところ2本かな、2本だけ、出しておりますが、まあその後の、経過もねまだやっておらないので、サイレンのニュートランスレーションは実際に私クリアしたことないですね。エピソード9までは、やったことはあるんですけど、それ以降の、ものはやったことがないので、正直クリアできるかどうかっていうのはわかりませんが、サイレンのニュートランスレーションの方はね、なんとしてでもやっていこうかと思っておりますので、楽しみにしておいてください。はい。で、あと、まあ、引き続き、ファイナルファンタジーの方も、ちょこちょこやりながら、現在、ファイナルファンタジーの方は、10を、今、集中的にやっております。動画自体は、まあ、全然、5月か6月末ぐらいにアップしていくような形になると思いますが、そちらの方も、まあ、楽しみにしておいてほしいなと思っております。はい。というわけで、あとまあ D2 とか、まあ、ワンピースのサウストとかに関しては、まあ引き続きのんびりやっていこうかなと思っておりますので、はい。まあなかなかね、こう、需要があったりなかったりっていう部分はありますけどね。まあとにかく楽しんでやっていくだけですね、動画自体は。はい。ということでね、まあ、今後の、どういう風な感じで、私のゲーム実況は進んでいくのかっていうところのお知らせでした。はい。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録の方も。